上位の存在がいたなんて。でも今回こそ終わりよ。あなたは一族のためではなく、自分と大切な人のために戦ったと聞いたわ。そこに葛藤はあったのかしら。そうだね、僕からすれば知らないご先祖様より知ってる身内の方が大事だったって感じかな。